こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は減量中でも筋肉は落ちにくくなる適切な食事のタイミングとはについてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信してますので、ぜひ概要欄の方からチェックお願いします。今日は減量中でも筋肉は落ちにくくなる適切なタイミングっていうお話になるんですけれども、減量中において重要なことはできるだけ筋肉を落とさないようにして無駄な体脂肪だけ落としていくということが重要になってきます。その上で食事で意識することなんですけれども、大前提として極端な栄養制限をしないっていうことと、栄養バランスをしっかり摂取するということが大事になってきます。それに加えてですね、食事のタイミングと、回数によっても筋肉を落ちにくくするということができます。これはですね、普段摂取する、目標の摂取カロリーをどのタイミングで摂取していくかということが、筋肉を落ちにくくする上で非常に重要になってきます。今回のポイントとしては、2つありまして、この1日の摂取カロリーをその日、1日の生活の活動に合わせて、分配して取っていくという点と、できるだけ空腹時間を少なくするということです。具体的に言いますと、普段の生活の中で朝起きてからですね、夜寝るまでの間で、例えばトレーニングを普段されている方であれば、そのトレーニングをしている時っていうのが最も栄養がいるタイミングになります。また、普段の生活の中でも、デスクワークをする、お仕事の時間で、ずっと座っている状態であったり、普段立ち仕事であったり、よく動く仕事であれば、そこでもエネルギーは必要になってくるんですけれども、もちろんその朝起きてっていうタイミングと夜寝る前でも違ってくるので、そういった形で普段の活動に合わせて1日のカロリーをどのタイミングで取っていくかっていうことと、それに合わせて1日3食、朝昼夜っていうのが一般的に言われている食事回数になるんですけれども、できるだけ空腹時間というところを少なくすることによって筋肉の分解を最小限に抑えることができます。というのは、減量ダイエット中っていうのはですね、ある程度の空腹時間は必要になるんですけれども、その空腹時間がより長くなってしまうことで、筋肉を分解して、糖を作り出してエネルギーを生み出すっていう状況になる可能性もあるので、できるだけこの食感が開かないようにするっていうのも筋肉を落とさないポイントの一つになります。今日は普段私がどういう食事を1日で摂取しているのかっていうところをご紹介させていただくんですけれども、まず私の場合はですね、朝の8時9時ぐらいに、出勤前にですねトレーニングをすることが多いので、まず朝ですね、起きてから1食目を食べます。寝ている間も空腹時間が長いですので、そこでしっかり栄養摂取をしてトレーニング前なんで、そこで1食目を食べます。だいたい300キロカロリーのタンパク質糖質を中心とした食事をします。で、次にトレーニングを1時間程度行って、トレーニング後にエネルギーをしっかり使って、体は栄養をすごい欲している状態ですので、そこでもう一食300キロカロリー、400キロカロリーのタンパク源糖質を中心とした食事をとります。その後ですね、業務に入ってお昼過ぎぐらいに、ここで昼食として500キロカロリー程度の食事を摂取します。普段私はトレーナーの業務で他仕事も多いので、そういった形で、しっかり日中に栄養を摂取するようにしています。そこからだいたい夕方ぐらいですねに、3時間4時間ぐらい空いたらですね、またここで間食っていう形で300キロカロリー程度の食事タンパク源等を補給して、ここでこう空腹時間が長くならないように間食を入れます。最後に夜ですね、7時8時までぐらいにもう一食ですね、同じように3、400キロカロリー程度の食事を摂取して、計5回の食事といってもですね、プロテインドリンクの場合もあったりするんですけれども、カロリーのある栄養のあるものを摂取するというタイミングが1日の中で5回
にしています。5回のタイミングのうち最も注意しているのがトレーニングの前後の食事っていうところと、寝る前っていうのはカロリーを控えるようにして行っているっていうのと、間食ですね、3時間、4時間ぐらいの空腹時間で何か栄養を摂取するように心がけています。で、大前提としてその1日の摂取カロリーを分配するっていう形なので、ご自身の摂取エネルギー、私でしたら減量中のカロリーが2000キロカロリーなので、これを5回に分けて強弱をつけながら摂取していくっていう形になります。あと、減量ダイエット中っていうのはですね、どうしても食事量全体量をですね抑えるので、食べれないストレス等を感じやすくなるので、そういった意味でも間食を入れることで空腹時間をなくして食べられないストレスっていうのも軽減することができます。またそのタイミングに合わせて摂取カロリーを強弱することで、例えば2000キロカロリーを5回に分けると1食が400キロカロリーになるんですけど、そうなってくると1食あたりっていうのは少なくなるので、食べた満足感っていうのが得られない場合もあるので、私の場合はそのお昼のところでしっかり600キロカロリー、700キロカロリー程度の食事量を摂取することで、食べることでの満足感っていうのも得るように工夫しています。間食を入れることによって一度にたくさん食べてしまう、例えばですけど3食、2000キロカロリーの3食の場合、1食が666キロカロリーになるんですけれども、一度に多く摂ってしまうことで血糖値が上がりやすくなってしまって、減量ダイエットにおいて血糖値が上がることによって、インスリンが分泌されて、それが脂肪細胞に行ってしまうっていう可能性もあるので、できるだけ間食も入れながら、一度にあんまり多く食べないようにしていくっていうことも減量ダイエット中にはおすすめしています。今回は減量中でも筋肉は落ちにくくなる適切な食事のタイミングについてお話しさせていただいたんですけれども、人それぞれで生活のリズム等も違ってくると思います。トレーニングの時間もですね、違ってくると思いますので、活動とそのお仕事の環境ですねを見ながら無理なく食事摂取していただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また Bレジェンドの公式サイトでも新商品お得な情報を配信しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。